イ。君、幼馴染にブサイクなメガネくんいるよね。ねえ、好きなの？別にそんな風には。好きじゃないな。昨日も漫画の貸し借りしてたよね。好きじゃないなら、俺と漫画の貸し借りしようよ。俺、いろんなとこキュンキュンしちゃうような漫画いっぱい持ってるよ。やめてください。まあまあ、そんな固いこと言わずに。よせ、嫌がってるだろ。カイト。なんかよ、この子あんたのことも何とも思ってないし、別に良くない。何とも思われてなくても、俺はユキを大切に思ってる。お前みたいなドキュンにはユキは渡さない。カイト。うりゃー。くそ、覚えてろよ。ありがとう。カイトがこんなに男気あるなんて知らなかった。好きな人のためなら何でもできるよ。カイト。よかったな、幸せになれよ。よし、今月のカップル成立10件目。おめでとうみんな。今更だが、俺の名前はアキラ。趣味は、ドキュンになって女子にちょっかいを出し、なかなか距離が縮まらないじれったい男女をカップルに導くこと。そう、俺は、キューピッドになることが生きがいの男である。この調子なら、今月20組カップル成立いけちゃうんじゃないの？あ、今日は気分がいいし、例の場所行っちゃおっかな。あ、アキラくん。転びますよ。ちょ、子供じゃないんだから転ばないわよ。私もう24歳なんだからね。高校生の分際で子供扱いしないでくれる？いつも思うが、全然そうは見えねえ。それより、ここに来たってことは、私にしてほしいことがあるんじゃない？別に、いつも静香さんにお願いしようとしてここに来てるわけじゃ。そんなこと言って、私がしてあげた方が絶対早いでしょ？たまには、ゆっくり自分でするのもいいかなって思ってますし。そんなこと言って、自分じゃいいとこ全然見つけられないくせに。それは、なんていうか、俺の趣味は複雑だから。我慢しないで、お姉さんに最初からお願いしてくれてもいいんだよ。本当は早く欲しくてうずうずしてるくせに。ほらほら、私も暇じゃないから、ちゃんとお願いしてくれないなら他の人のとこに行っちゃうよ。してください。聞こえないな。ほら、ちゃんと言わないとお姉さんわからないな。お願いします。俺の心に刺さる最新の面白いラノベと漫画を紹介してください。へへへ、今月は豊作だよ。主人公に夢中だったヒロインが最終的にライバルとくっつく系のストーリー。わあ、ありがたいです。こういうイベントはいつ起こるかわからないから、自分で探すとめちゃめちゃ時間かかるんすよね。寝取られってやつだよね。いや、寝て取られるのは嫌なんです。円満にヒロインとライバルが結ばれてほしいんです。絶対主人公とヒロインが結ばれると見せかけて違うやつがいいんだよね。主人公とヒロインが結ばれちゃダメなの？ヒロインとライバルが結ばれた時の主人公の顔が好きなんですよ。よかったな、お似合いだよって一番近くで祝福してる感じが。自分じゃない誰かが幸せになるのがいいんだ。そうっすね。なんなら自分はカマセイヌとか踏み台だったみたいな扱いが最高ですね。アキラくん、エムか。いや、別にそんなつもりは。それより、静香さん好きな人とかいないですか？いきなり何？実は、俺の知り合いにお願いをすると恋が叶うと噂のキューピッドみたいなやつがいるんですよ。静香さんに好きな人がいたら、俺頼んどきますよ。なんでわざわざ私の？いつものお礼ですよ。静香さんのおかげで、俺いい本にいっぱい出会えて幸せっすから。別にいい。てか、そんなキューピッドさんが近くにいるのに、アキラくんはお願いしないの？ああ、俺は別に。アキラくんは、人の幸せは置いといて、自分が幸せになりたいと思わないの？なんで怒ってるんだ？俺の幸せ？俺の周りの人たちが幸せになるのが、俺の幸せじゃ、ダメなのか？はぁ、これで今月19件目のカップル成立。1ヶ月20件の最高記録まで、あと1組。あいつ、連敗ドキュンのアキラじゃん？ほんとだ。手当たり次第女子に声かけて、全部彼氏に返り討ちにされてるんでしょ？弱。あんな見た目で陰キャに負け続けてるとかダッサ。あいつに絡まれると彼氏できるって噂になってるぐらいだよ。笑えばいい。いいんだよ。俺は、みんなの幸せを願ってるんだから。どいつもこいつも、末永く幸せに爆発しやがれってんだよ。アキラくんは、人の幸せは置いといて、自分が幸せになりたいと思わないの？俺の幸せ。
俺は幸せだよ。充実した趣味と生きがいのおかげでさ。なのになんで、目から雨より暖かいものが流れてるんだ。こんなにびしょ濡れで入店したらさすがに迷惑だよな。あきらくんだよね。はい。これね、本田さんから渡してくれって頼まれちゃった。自分で渡せばいいのに濡れるのが嫌だとか言ってさ。静香さんから。俺も濡れるの嫌だから戻るね。じゃあ、アキラくんも風邪ひかないようにね。なんなんだ、漫画？静香さんから渡された漫画は、よくある少女漫画だった。誰にでもいい人すぎる男が、主人公に好意を寄せられてることになかなか気づかない話ね。いるよな、こういう鈍感なやつ。しかも、主人公が自分のこと好きなのに気づかないで、別の男を紹介しちゃうのかよ。ひでえな、主人公泣いちゃってんじゃん。まるで私とアキラくんみたいで、泣けるわ。え？静香さんと俺？いつものお礼ですよ。静香さんのおかげで、俺、いい本にいっぱい出会えて幸せっすから。え？この鈍い男俺かよ。え？それってその、静香さん、俺のこと、好きってこと？ギリギリ閉店に間に合うか。バカかよ、こんなギリギリで間に合うかよ。しかも閉店まで静香さんがいるとも限らないのに。え、アキラくん？静香さん、何やってるの、こんな夜に傘もささずにびしょ濡れで。ほら傘持って。あー、タオルあったかな。本当に子供なんだから、風邪ひいたら学校休めるくらいしか考えてないんでしょ。俺、最初は本当に迷惑なだけのやつだったんです。え？女の子にちょっかい出して嫌がられるのも楽しいみたいなダメなやつでした。でも、ある日正義のヒーローみたいに俺を倒したやつが、助けた女の子とカップルになってました。事件を乗り越えて絆が深まった二人を見て、胸が熱くなったんです。感動したんです。カップルくっつけるのが楽しくて、ずっと人の幸せを願ってた。けど、俺も幸せになりたいです。俺だって可愛い彼女作って守ったり守られたりしたいっす。よしよし、人の幸せを願えるのも素敵なことだけどさ、アキラくんが幸せじゃなきゃ幸せになれない人もいるんだからね。静香さん、私みたいにアキラくんと一緒に幸せになりたい人もいるんだからね。今月20組目のカップルが夜の冷たい雨の中で誕生した。そして金髪ドキュンキューピッドは活動を停止した。え？髪どうしたの？いや、もうドキュンっぽくする必要ないし、静香さんの彼氏として金髪はまずいかなって思って。そうなんだ、びっくりした。どうしたんすか、顔赤くないですか？いや、別にアキラくんが見た目とストライクすぎて取り乱してるわけじゃ。ああ、もう大切な商品を、子供みたいなのは見た目だけにしてしっかりしてくだす。え？え？誰が子供だって？そういうとこです。かわいい。くそ、この人だけは誰にも渡したくない。俺自身の手で幸せにしてあげたいと思う。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。